こんばんは。今日は大堀さんに練習場に来てもらいました。インスタグラム見てたら、はい、なんか面白いこと始めたなと思って。最近、はい、よくある前傾角度の起き上がり系のミスショットみたいな。こういう人いますよ。いる。バランス取れないとかいる。次に、はい、これですね。体重が右に残る涙。これもね、よくね、後ろにね、いますね、釣り竿状態みたいなさ、なんかすごいすごい頑張って体使ってんだろうなって思うんだけど、全然乗れてない人いる。こういう感じの、こういう感じいるいるんですけど、はいはい、これのドリルですか。はいはいはい。で、頑張って頑張って乗せようとしてるんだけど、なかなかこう体重が左に乗ってくれない方は、うんうん、ちょっとだから乗っても最後ふらつくみたいな人も、そう、これはもう完全に乗ってない、ふらつくの。このちゃんと乗れてる人はふらつきません、うんうん、ので、まあ、乗り切れてないのかな。そんな方は練習場でちょっとジェント、こんなカンカン、カンカン、コーヒー、コーヒー、あ、コーヒーじゃなくてもいいです。あ、何でもいいですね。缶だったら何でも、ペットボトルでも。これを使って練習をしてみます。で、これをね、右かかとの横にポンと置いてほしいんですね、まず。おお。で、まず自分のスイングでしっかり振った時に、あ、この缶倒れる人ちょっと危険です。結構やばい。そうなんです。これがかかとが外回りしやすい方っていうのは、これどう乗せようと回そうとしても体重が乗りません。体重の正しい乗せ方、体の右足の回転の仕方っていうのは、この缶に当たらないようにかかとを上げていくようなイメージで体重を左に乗せていくんですよ。そうすると上半身の軸を見ていてほしいんですけど、結構左に、そうだね、結構左一本立ちって感じ、立ちに行っちゃっていいです、うん、最初は自分の軸が左足と上に来るぐらいまで大げさに動く感覚が出ちゃって OK です、うん、なのでここに保とうとして頑張ってまっすぐせずに、この手に当たらないように、当たらないサイでスイングをしてみましょう、うん、ではちょっと打ってみましょうか。はい、はい、缶を左かかとのところにセットして、おー、はい、私全く関係ないです。関係ないですね。全く関係ない。全く当たらないですね。当たらないです。ので、まあ、こんな感じでちょっと練習すると、しっかり体重が左に乗るスイングが身につくと思いますので、はい、やってみてください。はい、ありがとうございます。はい。